松本人志、馬乗り写真を仕掛けた元吉本芸人の正体に一度驚愕。えーどうもこすけです。今日は松本人志文集報道の最新の続、えー、続報になりまして、こちら、皆さんご存知の、えー、馬乗り写真なんですけれども、まあ、いろいろ捏造だとかね、合成じゃないかっていう、いろいろ噂も出てきてるんですけども、なんとね、この写真の件で大変なことが分かっていまして、これを仕掛けた、いわゆる黒幕が存在するということで、こちら、現代さんの方で報じたんですけれども、馬乗り写真に新疑惑、 元吉本芸人ののの黒幕の存在を示すハガキとということでどうやら、これを仕掛けた、あ元吉本芸人がいるということで、これ僕のあくまで個人的な意見でその人って断定してるわけではないんで、あらかじめご了承いただきたいんですけれども、条件的にもこの人が可能性あるんじゃないかと、ちょっとこの人以外可能性がある人は見つからなかったんで、もしかしたら他にもいるかもしれないんですけど、現状僕が色々調べた中で、この人が条件が当てはまるということでね、えその吉本芸人 芸人誰かとうことねあくまでこれ僕個人の感想なんで、この人なんじゃないかということでお伝えし,していきたいと思いますので、最後までね、ご覧いただければと思うんですけれども、口頭面論が3月28日、東京地裁で抹茶の裁判が行われる中ですね、ある1枚のハガキが吉本に送られたと。で、ハガキの内容は、えー、フライデーに報じられたリッツ・カールトンの馬乗り写真の件で、その背景に黒幕がいるというようなことと。 で、会社側は今のところ、このハガキについて生還していると。まあ、このリッツ・カールトンの馬取りの写真についての垂れ込みっていうかね、黒幕がいるという情報が入ったと。こちらの写真なんですけれども。で、フライデーに証言しているエイコさんという女性は、クロスバー直撃の渡辺先生に誘われて、飲み会に参加したと証言。で、他にタムケンなどが参加していたと報じられている。しかし、勧誘したとされる渡辺が、自身の YouTube チャンネルで告発したとされるエイコさんが、私は雑誌に話なんて持ってってないと証言している。で、エイコさんとの ののやり取り取ををしし記事の矛盾点などを挙げてて反論しているとでこの写真について、合成疑惑が指摘されるなど騒ぎになってる。で、フライデーで告発した英子さんと渡辺が証言を得たという英子さんが、同一人物でない可能性が伝えかれてる。こんな話私持ってってない。 って証言している渡辺選手さんが言ってる英子さんとフライデーに告発した英子さんっていうのはまた別の人間だっていうことですねでそのハガキの件なんですけれども馬乗り写真の黒幕としてある男性とそのグループの存在を指摘しているまあ、ここでいろんな条件が出てきましてでこの条件で僕がこの人かなと思ったんで名指しされてる男性がまず元吉本芸人ですね元吉本芸人で芸人としてはそれほど知られていませんまあ、これ2つ目のヒントねみんなが知ってるような芸人ではないってことで、ね、普通にテレビとか 出てた芸人でではないってこととこすねしかも、YouTube で人気を集めている。で、彼は昨年ある事情で吉本から離れている。これ4つヒントが出て、4つ全てに当てはまる人ってかなり絞られるんですよ。絞られるというか、結構時間割いて探した中でその人しか、今のところ僕は見当たらなかったんで、もしかしたら他にいるのかもしれないで、この人だっていうの分かったら教えてほしいんですけど、皆さんね。まず1つ目、元吉本芸人。芸人としてそれほど知られてない。YouTube で人気を集めている。で、 去年2023年にある辞書でしよ吉本から離れていると。4つ、えー、ヒントございますね。で、ハガキには大阪の出来事は彼を含む芸人グループが吉本を陥れるために仕掛けたことだと書かれている。会社の一部の人間しかこのハガキの存在は知らないと聞いているということでですね。なんとその芸人が今吉本に恨みがあるのかわからないんですけど、陥れるために仕掛けたということで。差出人として明記されている企業に事実関係を確認したところ、そのようなものを送っているという事実はないと。弊社を 語るるが増えていることから昨年11月にホーームページで、も注意喚起させていただきますと,のことで、えー、実在する企業を語ったなりすましですが、具体的な人物名が書かれていることから、あながち間違いではないのではという声が一部であると。まあ、具体的な名前出ちゃってるから。ただ、名指しされた元芸人に責任を押し付けようとする勢力の仕業である可能性もある。だから、その芸人がやったって押し付けてる他の勢力の可能性もあるから、その芸人が仕組んだって、 っていうわけではないってことですね。あらかじめ言っときますけれども。で、話が食い違い、新規役まで飛び出した、リッツ・カールトン大阪の一挙は真相を検証する必要があると。いうことでですね。こちら、まず、吉本を辞めた芸人っていうのをネットで見た時に出てくるのが、まず、プラスマイナス岩橋。こちらは2024年なんで、まず違うと。で、2023年に辞めた芸人の話なんですけれども、中田ボタン。えー、中田カウスボタンのボタン師匠。えー、まあ、これは完全に違いますよね。全然みんな知ってます。有名ですし。で、えー、論文の田村。まあ、これも有名ですから、みんな知ってるから違うと。 ハリーセンボンもみんな有名。もう全国区ですから違うと。で、コメディナババの坂田師匠、お亡くなりになってしまったんで違うということでね。ネットで検索して出てくるのは有名どころしかいないんで、ただ僕がね、この4つの条件、元芸人、えー、知名度はそんなにない、YouTube で人気がある、で、去年辞めたっていう条件を照らし合わせると、ある方が条件に当てはまります。この人がね、リッツ・カールトンの馬撮りの写真を仕掛けたって僕が言ってるわけではなくて、要はこの条件に当てはまる 芸人がいるっていうことだけです。私が言ってるのは。それが、こちらですね。アシナスの1週間という、この、えー、YouTube ソフトの2人暮らしの模様をお届けっていう31万6千人もいる、かなりね、すごい、登録者30万人超えの YouTuber の方。この方、このアシナっていう方ですね。元芸人さんなんですけれども。で、えー、こちら、お笑い芸人、アシナ俊介さん。こちらにあります通り、2023年11月をもって、吉本工業を退所させていただきましたと。で、ナイスな11年間だったと誇らしく思います。今後はフリーで活動 していきますので、お仕事たくくささんくださいで理由ね、吉本と離れた理由としては、コンビでの活動がうまくいかなさすぎて、解散することになり、吉本に残って活動しようと思って、 ってたんですが結構シャレにならない人間が一人だけいてそいつをきっかけに腹立つ人間が周りにいない状況で仕事をすると心に決め対処を決断したということでムカついてるこのアシナさんがあ腹立ってる人間が一人いるそいつのせいで辞めるってことですねで対処する際も別のマネージャーさんがとても丁寧にこれからのことや youtube の引き継ぎもしてくれたのでとても助かりました吉本には感謝しかないまあこれ見ると吉本には恨みってより要はその結 こう、謝礼にならない腹立つ人間が一人だけいて、そいつのせいって感じですね。名前は出してないんですけれども、まあ、これ見ると吉本には恨みはなさそうですね。また、退所した後もテレビの仕事をさせていただける番組がありまして、そちらの方も頑張らせていただきます。ゆっくり休んでから、年始から本格的に頑張ってまいりますと。 いうことで、この方僕も知らなかったんですけれども、で、この方が要は条件4つ当てはまるんじゃないかなと。まず、元吉本芸人さんと。で、芸人としてはそれほど、えー、知られてない。そうですね。僕もちょっと申し訳ないんですけど、この方初めて知りました。で、 えー、youtube で人気を集めている。それはもちろん youtube です。登録者30万人以上超えてるってことはもう確実に youtube で人気を集めてるって言っていいと思います。で、ある事情から吉本を離れています。えー、こちらの通りある事情ね。要は、腹立つ人間が一人だけいて、そいつのせいで吉本を離れてると。ということでね、えー、4つ見事に当てはまってる人間って、 僕のあくまで調べですけど、彼ぐらいしかいなかった。もしかしたら他にもいるかものかもしれないんですけれども、ちょっとコメント欄で教えていただければと思います。勘違いしておくしくないのは、これを仕組んだのは、アシナさんって僕が言ってるわけではなくて、週刊現代さんのこのハガキの黒幕の 芸人の条件に当てはまっているのがアシナさんであって、もしかしたら、そのアシナさんに責任を押し付けようとする勢力の仕業である可能性も考えられますから、今のところ全然アシナさんがやったっていう僕が言ってるわけではないということは、ご理解いただければと思います。ということで、この馬乗り写真の件でかなりいろいろ噂が立っておりまして、まあ合成じゃないかとかね、まあ確かに今の時代、AI とかを使えればこういう写真は確かに作れると思いますね。ということでね、どうなるのか。まあ吉本を追い落としたい人がいるのか。ただ、 さっきのアシナさんの投稿を見る限りは、お城の仕事に対しては不満も恨みもないみたいで。 むしろマネージャーさんに感謝してるっていうのはありましたから。まあ、その一人だけちょっと気に食わない人がいたっていうことだけですからね。皆さんね、この黒幕の芸人に関して、もしかしたらその足名さん以外に可能性あるこの人なんじゃないかっていうのはありましたらね、コメント欄の方で教えていただければと思います。ということでね、今回は松本人志、馬ぬる写真を仕掛けた元吉本芸人の正体に一度驚愕という映像がやりました。こういう形でね、え、旬の芸能ニュース、構成切っておりますので、チャンネル登録してまたご覧いただけますと非常に嬉しいです。で最後までご視聴いただきありがとうございました。